さて画面の方は GT500 の4番手争いなんですけども、4位争いですけどすごい熾烈ですね。道上が追い上げてますね。 FK マッシモ、セレモンスープラ、前回念願の優勝を果たしました。96年以来の優勝でした。チームセレモのエースマシン苦しんできました。そしてその後ろから現在ランキングトップのカストロール VNSX 道上亮、だいぶ鈴木さん来ましたねこれ。でもスリップついてついていくのが精一杯ですね。抜いてしまえばもう、あのコーナー道上君の方が早いですから、抜いてしまえば離せるんですけども、この辺りがバックストレートになります。その差は 0.2、0.3 秒。まあちょっと当分ナージュが前をプッシュする形で、そうすれば多分どこかでチャンス出てくると思いますから、もう諦めちゃダメですよ ね。絶対にもここはスリップに入って、あとは引き寄せてもらえる、そこまでのあとほんの少しが、やはりこのもう立川君も追われてるの分かってますから、ちょっとしたミスする時ありますから、もうそこはもう絶対に逃さずに行くべきですよね。ドライバー道上亮、前を行くのは立川雄二。縮まっているんですが、ここで横まで出るんですけどね、さあ、いや、やはり直線が遅いっていうのは苦しいですよね。これはもうワンチャンスどっかで、そこしかないでしょうね。いや、立川君もうまいですね。そうですね、メインストレート GT300 のこれは2番手争いになりますが、さあどうだ、インをついて9.10ウィリンガルマンポルシェ2番手に上がったが、おっとくる MRS と接触、 MRS と接触、そしてその外を行きました。3番手に落ちた28号車が前を行って2番手、9.10ウィリンガルマンポルシェはここで再び3番手に落ちました。激しい争いを見せています。 GT300 の GT3R の2台です。500の2台、長いバトルです。さあここで終止符か、道上がプッシュした、インをつく、インをつく、カストロール無限 NSX 4番手に上がりました。 FK マッシモ、セレモスープラの前に行きます。さあ再び GT300 熱い戦いを見せていますが、インをついて9.10ウィリンガルマンポルシェ2番手に浮上です。あっとエンドレスアドバンスープラ、左のフロントバーストしてます。そして何か接触があったでしょうか、フェンダーのあたりを、自分のタイヤで壊しちゃったんですね。まあ、エンドレスアドバンスープラはピックインしましたが、現在の GT500 クラスではトップが12番のカルソニックスカイライン、このままゴールすれば54ポイント2番手に18番の高田ドーム NSX、 このままゴールして46ポイント、ロックタイトゼクセル GTR が3番手でゴールすれば60ポイント、60ポイントですとポイントランクのトップ、そして4番手で16番道上亮がパトロールの GNSX ですと59ポイントで、今度は1ポイント差で、ただここでですね、4番手はハンディウェイトなしでしょう、でスカイラインはもらいますね、ウェイト、最終戦に大きな影響が出る、差になりますね。これ面白いですね、さあどうでしょう、作戦として道上にあえて3番手を狙わせるのか、死守して4番手にしておくか。いや、もちろんできればポイント取りたいんですが、逆にすごい結果が出てるのかもしれませんね。面白くなってきましたね、これは。そして GT300 の方なんですが、現在トップが26号車のシェルタイスアルバン GT3R、このままゴールすると70ポイント、で2番手に9.10ウェディングアルバンポルシェ、このままゴールすると70ポイント、並びます、なんということになったんでしょうか。すごいですね、もう本当にどう言っていいかわからないような状況になってます。今まで GT 始まって以来、こんなポイントの争い方って由良さんなかったですよ ね、 すごいですね。しかも両方ともですからね。そうです、300も500も500ポイント差で300が同点、このまま行くと最終戦同点でということになりそうなんですが、面白くなりましたね。
まあでもまずはこのレースきっちりね、今2番なんでトラブルなく、残り少ないですけどね、周回数少ないけどきっちり2番でいければまずはその次ですね。次のレースは FK マッシモがちょっと遅いな。おかしいですねこれ、59秒っていうのは。そうですね、そうですね、一つ落としましたね、はい、もうSウルトランタイガースープラにかわされてますね、はい、なんかあったのかな。柴田さん、はい、ユニシアザナビがタイヤ用意してますね。ユニシアザナビですか。あ、ピットインしましたね。ピット入りました、はい、入りましたね。今回はもうクラス最高峰からのスタートになってしまったユニシアザナビスカイレイン、田中から今シーズンで GT を引退することを表明しました長谷見正弘にすでにドライバーチェンジされていますが、一度43周目でタイヤ交換を終えているんですが、再びここは後輪を変えました。島田さん、はい、左の後輪が完全にこうめくれ上がっちゃってるチャンク状態ですね、はい、なんでしょう、なんか踏んだんですかね。長谷見さんもったいないですね、これね。さあファイナルラップに入っています。岩さん、はい、やはりまあ、いきなりの事故はありましたけども、はい、怖い存在とお話をしていたスカイラインが、そうですね、やはり来るんですね、はい、それとね、レース前のいろいろと取材をして歩いている中で、はい、本当にこの本山選手が今回は勝てるよっていうことをはっきり言ってたんですよ、はい、だからすごいなと思ってたんですけど、いやもう今和吉さんここまで来たらホッとしてますよ、はい、そうですね、はい、もう 99% いただきですからね。まあじりじりときちっとミスなく走っていくスカイラインらしいレースではありました、はい、そしてその中で全てが噛み合いました。カルソニックスカイラインすごいですね、有言実行でしたね。今チェッカーを受けました。カルソニックスカイライン本山聡、最後はステリング握って、そして拳を突き上げましたカルソニックスカイライン。そして2番手には18番高田ドーム NSX ロックタイトゼクセル GTR が今結果を受けました。これでポイントトップの60ポイントとなります。さあそしてシェルタイサンアルバン GT3R GT300 の優勝、今シーズン3勝目。そして2位にナインテンウェディングアルバンポルシェです。3番手にはこちら2代目のタイサンの GT3R。 まあ車本山に任せて何の不安もないし、あいつが決める車でも全然乗りやすいし、もう全部あいつに全部任せっきりなんだけど、本当にいいドライバーと組めて幸せです、まあ、それとスタッフもみんなよく頑張ってくれてるんでね、本当感謝します。ただ今日は星野さんが、ね、すごくスタートから完璧なレースしてて、ちょっと交代するのはすごく緊張したんですけど、まあ、とりあえず、ね、今年1年間星野さんの下で、ね、その学んでることをちゃんと活かせれば、まあ、勝てるんじゃないかなと。最終戦期待してます。今ファンの人たちがみんな真後ろ喜んでます。はい、もう頑張ります、頑張ります。どうも。コースコンディションも含めてちょっと難しい状況にあったんで、ちょっと守りがあった分だけ向こうより遅かったですけど、まあミスなくいけてよかったですね。まあね、鈴鹿決戦になるだろうっていうことはね、ある程度見越してたんで、だからもう次はね、失うものないし、どっちに転んでも行くだけですよね。オートバックスカップ全日本 GT 選手権シリーズ第6戦ミネ GT500 クラスはカルソニックスカイライン、そして GT300 クラスでは GT3R の123、26号車シェルタイサンアルバン GT3R の優勝となりました。さて由良さん、はい、振り返ってみて大荒れなレースになりましたけども、この結果はどうご覧になりますか。はい、もう1周目に大半というか、かなりの重要な車たちが戦列を去ったのがとても残念だったんですけれど、はい、まあ怪我というか、ひどい怪我のドライバーにも出なくてですね、はい、それもほっとしてるんですよ。そうですね、はい、でも本当にもうこのレースいつも言ってるんですが、はい、なかなか流れが読めないですね。読めないですね。今回もこのドライっていうことでもう全く予想できない部分がありましたね、はいはい、そして、ドライバーズポイント争いがロックタイトゼクセル GTR エリック・コマス影山雅美60ポイント、はい、カストロール無限 NSX 道上亮59ポイント